さん、こんにちは。リカコライフ始めます。お元気でしょうか？この間はね、ピーターさんと一緒にカルディ行ってきました。そしてね、今日もまた購入品なんだよっていうのはね、明日ちょっと親しいお友達が、遊びに来てくれるということで、ちょっとしたお料理を作るので、そのお買い物になんとコストコに行ってきました。またコストコの購入品になってしまうんですけども、気に入ったら最後まで見てね。そして気に入ったらチャンネル登録もよろしくね。では始めまーす。あれ？いたんだよ、ドアがいた。始めるべ。ほら始めるで。ほら始めるで。始める。まぶしいなー、これ。じゃあスタート。はい、じゃあ早速始めたいと思います。この間ね、それこそ本当に最近ピーターさんの出番が多いんですけど、ピーターさんとコストコに行った購入品も皆さんたくさん見ていただきましてありがとうございました。再生数が上がると私もやる気が出て嬉しいです。今日ね、買ったもの大して変わりはないの。だっていつも買うもの一緒だから。でもね、まぁ、ちょっともう一回紹介するわ。ということで、今日は、まずこの袋から、出てきちゃった、これ。ね、この間も紹介しましたけど、私が大好きなデンタルフロス。これ本当おすすめだから、デンタルフロスぴったり来るのないわっていうね、探してる人はぜひ、これおすすめです。はい。続いて、いきなり野菜チームになりますけども、トマトです。これカナダ産ですね。大きいトマトがなぜ欲しかったかっていうと、明日はね、なんかね、息子がブルスケッタを客人に作ってくれるということなので、かわいいかわいい。大きいのに見て、これ。枝付きの。大きいトマト、めちゃかわいくない？これね、まあ、そのもの自体気に入ってしまいました。はい。トマト。はい。さあ、続いて、しいたけさんです。これはね、ベーコンとガーリックでソテーにしようかと思います。そしてライムいっぱいあるよ。でもさ、その辺の八百屋さんでライム買うと本当に高いのね。だからこうまとめ買いしてみました。もうヒートに舞うし、サラダにちょっとね、あのライムをかけるだけで、あのアジアンテイストとかさ、あのメキシカンテイストになるから。はい。そしてちっちゃいトマトも買ってみました。これもカナダ産です。これはおつまみにいいんじゃないかなと思って買いました。そしてアップルマンゴー。アップルマンゴーはね、1、2、3、4、5、6、7、8個。これ箱に入ってたんだけど、箱は置いてきました。8個入りのアップルマンゴー。アップルマンゴーだってさ、そうそう手に入らないので、そういう手に入らない海外の果物が手に入るっていうのは本当にコストコのいいところだと思います。さあ、続いての袋いきます。大丈夫だった。オーガニックのコーンのチップス。これもね、このサイズはなかなか手に入らないので、私はこれをちょっとオーブントースターで焼いて、上にサルサソースを乗っけて、チーズを乗っけて、ハラペーニョもちょっと乗っけて、あとはアボカドのディップも添えて出したいと思います。それにコロナビールがぴったりなんじゃないかと思います。はい、続いて、すっごいいいの見つけたんだよ、初めて。ジップロックみたいなんだけど、これ普通のジップロックと違ってね、すごいエコなやつが売ってたの。やっぱり時代はエコだよね。使用後水洗いしてよく乾かして繰り返し使用することができます。だって。そしてね、プラスチックが、要するになんかビーガン対応ってよくわかんないんだけど、なんだろう、後で例に訳してもらいましょう。とにかく、ビニールが地球に優しいものを使ってるらしいです。ほら！いいでしょ、これ。そして何回でも、繰り返し使える。捨てない。ね、プラスチックは私たちのさ、生活においてはすごくビニールとかね、大事なものなんですけど、まあゴミを増やさないっていう意味でこういう商品がすごい出てきました。そして、この素材自体地球に優しい素材らしいです。
これはすごい今日の一番のなんか、喜び。なんかね、これに保存しておくと痛みも進まないらしいです。はい。素晴らしいでしょ？素晴らしい商品に出会ったよ。私は今日これをすごく嬉しく思っております。はい。初めてコストコに出てきて出会いました。これで当分ジップロックはいらないでしょう。こうやってジップロックもね、みたいな商品もエコなものがどんどん出てくると嬉しいですね。日本もそういう商品が増えてくれたらいいと思います。はい、続いて、デイツ。デイツって言ったら女性ホルモンを安定させてくれたり、女性ホルモンを向上させてくれたり、男性も、肌に良かったり、甘いのに血糖値が上がらず、スーパーフードと言われているものでございます。そしてローフードですね。これは、そのまま食べても毎日食べてもいいんだけど、ビーガンスイーツなんか作るときにフィリングって言って、下のタルトの、ところにくるみと一緒にこう刻んで作ったりとか、いろんな、あとグラノーダ作ったりね、この間旦那さんともグラノーダ作りましたけど、そういうときにも刻んで活用できるので、いいと思いまーす。なかなか手に入りにくい品物でございます。夏目ヤシですね。日本語で言うと。これはぜひおすすめでございます。さあ続いて、ナッツも買ってきました。オーガニックではないですけど、ちょっとおつまみにいいかなと思って、ミックスナッツ、ピスタチオとか入ってるね。ちょっと小腹空いた時にもいいと思います。そしてなんと、盛り上がるパイナップル、私の顔と同じぐらいの大きさだよ。そして匂いもめちゃいい。いいですね。パイナップル盛り上がる。はい。この袋は終わりました。そして、次は、生物なんだけど、この間買ったものと変わりません。まずコストコと言ったらラムです。これは必ず買って明日もラムを焼きたいと思います。そして今日はね、なんかね、初めて出会ったのコストコで、はい、この3パック生ハム。これもおつまみにいいと思って買ってまいりました。はい、そして次。桜鶏のささみ。ささみのフライとかね、ノアとグリのちょっとしたご飯にとか、ささみも冷凍にして保存します。そして、手羽元グリルにして明日ちょっとハーブグリルにしたいと思います。それから、シーフード。これは何でも使えるから、まだ何作るか考えてないんだけど、とりあえず買ってきました。このまま使えるからね、炒めたりします。はい。そしてコストコといえば、私は超おすすめのアメリカのリブアイ。これね、ちょうどいい赤身なんだけど、赤身っぽくもなくちょっと脂もあって超おすすめです。皆さんリブアイがある時にはぜひ美味しいので、買ってみてください。そして最後にスペアリブ、この間ピーターさんと一緒に行った時もスペアリブ買いましたけど、明日これは圧力鍋でスペアリブに、したいと思います。ということで、今日の買い物以上。トイレットペーパーとかキッチンペーパーとかそういったものは今日めっちゃ混んでたし、レンも一緒ね、次男も一緒に買い物に行って、なんかもう本当はね、素直でいい子なんだけど、そういう人前に出て、はぁ、りかこさん息子と買い物してるみたいな、もうなんか目線を感じるわけよ。いや、レンがかわいそうだなと思ったけど、そういう時に、まあ、明日お客さんが来るし、お料理もしてくれるし、一緒に買い物にも行ってくれて、すごい感謝してる。なんか私買い物してる途中にね、レンがなんかこう、そんなにニコニコできないじゃん。だって私と一緒に買い物してる姿とか見られたら嫌だと思うしさ。でもそれなのになんかブー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 言わないけど、なんかちょっと嫌なオーラ出しながらも、レジのところ行って荷物運んでくれたり、まだね、こうやって一緒に買い物行ってくれたり、明日は料理してくれたりと、なんかね、いろいろしてくれてるから本当に涙が出そうになったよ。本当ありがとねって、こんなことで涙ぐんでる私はどうかと思うんだけど、でも仲のいい親子でよかったってなんて泣いてんだろう。なんかね、それを思い出したらね、すごいいい子だなと思っちゃったの。親バカかもしれないけど、そんないい日だったよということでコストコの購入品、今日はこれで終わりにします。てかね、明日料理を作るから、取れたらそれも順番に取っていくよ。はい、明日の様子もね、なのでこれの次の動画はそれになるかもしれないし、
正しかったらできないかもしれないし、でもとにかく頑張ってみる。ということで今日は終わりにします。最後は涙ぐんでごめんね。はい、のーくん、ぐりちゃー。おーい。おーい、おいで。いない?のーは?早く。ぐーちゃんも来てくれた。なんでよ、声聞こえなかったの。お仕事の邪魔したら悪いなと思って遠慮してたのに、もう今日は優しかったんだよ。そんな話もねえのにもいっぱいしたよ。はい、ぐーちゃん、ぐーちゃんもお留守番してたね。夕方いっぱいお散歩行こうね。ごめんね、ごめん。はい、みんなにではさよなら、また次回もよろしく。よろしくお願いいたします。バイバイ。